キーラ・キリロブナは、ロシアの皇族。キリル・ウラジー・ミロビチ大公とその妻・ビクトリア、フヨードロブナ妃の間の第二子、次女。プロイセン王子、ルイ・フェルディナントの妻。キーラは、両親が皇帝ニコライ2世から結婚の許しを受けられず、パリに亡命していた時に生まれた。結婚が許されなかった表向きの理由は、ロシア正教会の教会法の禁令を破って、 両親が重視抵抗に踏み切ったためとされていた。しかし、本当の理由は、母、ビクトリアメリタが、ニコライ・ニセヒの皇后、アレクサンドラ・フヨード・ロブナの兄である、ヘッセン大公エルンストルート・ビヒと離婚した後に、父キリルに走ったことが問題視されたためだった。両親は、キーラが生まれて間もなく、皇帝夫妻と和解し、娘たちを連れて、ロシアに帰国した。 1917年にロシア革命が起きると、キリル大公一家はフィンランドに亡命した。フィンランドに逃れて間もなく、40歳の母、ビクトリア・メイリタは、長男ウラジーミルを出産した。大公一家は、白軍がボリシェビキ政権を打倒したらすぐ帰国しようと、1年以上、その時を待ち続けたが、帝政復活は実現しなかった。一家は、ドイツのコーブルクに移り、 その後フランスのサンブリアックに身を落ち着けた。キーラはアレクサンドル2世の彦としてロシア工女の称号を与えられていたが、1924年父、キリル大公がロシア皇帝を自称すると、それに伴いロシア大公女の称号を使用することになった。キーラは活発で一本気な性格で怒りっぽくさえあり、姉のマリアとは対照的だった。 また、キーラは知的で好奇心が強く、母と同じく芸術に関心があり、サンブリアックのアートスタジオで働くようになった。キーラは親戚たちの住むイギリス宮廷をしばしば訪れた。キーラは敵霊期になっても、なかなか演談がまとまらなかった。最初、キーラには、スペインの大継承者、アルフォンソ王子との演談が舞い込んだが、 アルフォンソがギリシアのニコラオス王子の娘たちに関心を寄せ始めたため立ち消えになった。次にキーラはルーマニアの大貴族コンスタンティンス公爵と恋に落ちたがキーラのいとこであるルーマニア王カロル二世は政治的理由から二人の結婚を許さなかった。1938年5月4日、キーラはプロイセンのルイ・フェルディナント王子と結婚した。ルイ・フェルディナントは ドイツのビルヘルム元皇太子の次男で、いずれ、プロイセン王家の課長となる予定だった。夫妻は7人の子供を設け、ブレーメンで暮らした。第二次世界大戦末期に夫妻が住んでいた、東プロイセンに、ソ連軍が迫ってきたため、比較的安全な西部ドイツに疎開している。戦後、キーラは、ニコライ二世の末娘アナスタシア・ニコライブナ、 大工場を名乗る女性アンナ・アンダーソンの主張の審偽をめぐる裁判に証人として呼び出された。キーラは1952年、アンダーソンを本物と信じる姑姫節入りへ、元皇太子妃の強い勧めで、アンダーソンには一度だけ会っていた。キーラはアンダーソンをアナスタシアだとは思えなかった。キーラはアンダーソンが、漢字の悪い女で、淑女ではないし、アンダーソンが、 ロシア皇族ならば体得しているはずの上流階級英語を話せないこともおかしいと思っていた。キーラがまた重視のアナスタシアに最後に会ったのは7歳の時であった。キーラのおじアンドレイウラジーミロビチ大公はアンダーソンをアナスタシアだと認めていたが、キーラの両親はどちらもアンダーソンはアナスタシアではないと格言していた。晩年、キーラは 長男のフリードリヒビルヘルムが平民と結婚して、プロイセン王家の継承権を放棄したことに、ひどく失望した。キーラは1967年9月8日、サンブリアックに弟のウラジーミル大公を訪ねた際、心臓発作を起こして急死した。キーラは、夫、ルイ・フェルディナンと王子との間に7人の子女を設けた。ありがとうございます。